ここからは引き続き私レーネがナビゲートするラシックセンチュリーセッション、今日のゲストはユニゾンスクエアガーデンの斉藤浩介さん、田淵智也さんです。あ、どうもお願いします。おバンド、ようこそお越しくださいました。久しぶりですね。そうですね、夏、去年の夏にご出演してもらったぶりですね。流星のスコール以来かなと思いますが、元気でしたか？はい。ナムさん今気づいてましたよ、絶対。元気ですかって言われて、それ以外に答えようってあるかな。いや、ちょっと風邪ひいちゃってとか。あ、そうかそうか。正直に答えていいんですか？いやいや、ダメです。元気はいっぱいです。365日元気です。今日もね、たくさんの人がスタジオらしく前に集まって。ああ、すごいね。ぜひ、いっぱいね、久しぶりですから。近況も含め、おしゃべりしていっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、昨日のゲスト C&K のお二人から早速ですが質問が来ています、うん、その質問の答えをまずは番組のツイッターでつぶやいていただきます、はい、ツイッターアカウントは BJCS778 です。またこの番組 Ustream でも楽しめます。センチュリーセッションのウェブサイトからチェックしてログインしてください。ジッピーの皆さん、そしてユニゾンスクエアガーデンの斉藤浩介さん、田淵智也さん、こんばんは。昨日スタジオラシックにお邪魔した C&K の C の方クリビーと K の方でキーンです。2人合わせて C&K です。イレーネさんと楽しくおしゃべりできました。はい、またよろしくお願いします。お願いします。それでは今日のメッセージテーマ、オラが町自慢に関する質問です。私クリビーの地元栃木県小山市の可愛いキャラクター小山クマ、これが日本一可愛いです。小山クマが一番可愛いね。どのぐらい可愛い？これが僕の小山のオラが町自慢でした。それでは質問です。斉藤さん、もしくは田淵さんの地元自慢を一つお願いします。それではツイートお願いいたします。はい、C&K のお二人から質問いただきました。斉藤さん、もしくは田淵さんの地元自慢を一つお願いしますということでしたけれども、はい、これ口頭ではまだ答え聞きません、うん、質問の答えまずは番組のツイッターでツイートしていただきます、はい、どちらにお願いしましょうか。これ僕が。はい、斉藤さん、ね、ではツイートお願いしたいと思います、うん、小山クマでしたっけ。小山クマ、どんなクマなんですかね。想像しがたいですね。想像しがたい、まあ、熊なんでしょうね、多分ね。うん、あの熊本くまモンとかいるじゃないですか。あ、そういう違いますね。最近そういう流行ってるのがね。あと調べてみようかなと思いますが、ツイートどうですか。準備 OK、 いいですか。 OK でしょうかね、はい、準備できていれば、OK かなと思いますが、まあ、ゆるキャラで言ったらね、私の地元愛知県日進市のこうちょっとダイナソー的な日進、ダイナソー恐竜ってことですか的な感じのニッシーもね、負けないと。それマスコットキャラクター。マスコットキャラクター、私今日知ったんですけど。なんで今日知ったんですけど。そうそうそう、地元の誇りじゃない。いやいや、誇りですよ。あ、そうなんです。そうそう、今日からね。今日から誇りです。さあ、ツイートどうでしょうか。できました。できた、うん、あ、では皆さんぜひ BJCS778 からチェックしてリツイートやリアクションをお願いします。また楽曲を聴いた感想や質問などもお待ちしています。リアクションの時はですね、ハッシュタグ BJCS も忘れずにつけてください。ではここで曲送りしたいんですが、曲紹介お願いしていいですか。はい、ではユニゾンスクエアガーデンでリニアブルーを聴きながら、ナビゲートでお送りしているラシックセンチュリーセッション、お届けしているのはユニゾンスクエアガーデンリニアブルーを聴きながらです。さあ、先ほど昨日のゲスト C&K のお二人から今日のテーマに関するこんな質問が来ていました。斉藤さん、もしくは田淵さんの地元自慢を一つお願いします。はい、地元自慢を一つお願いしますということで、斉藤さん回答してくれました、はい、先ほど番組ツイッターに答えを書いていただきましたが、うん、なんと書いてくれたんですか。インコ大量発生ですね。自慢なのかそれは。あのね、大量です。なんとかクマ感が全然ない。いやいや、もういろんなクエスチョンマークが浮かんできましたよ。これちょっとやそっとじゃないですよ。いやいや、大量ですよ。すごいんですよ。どういうことですかこれ。あのうちの近所に大学があって、はい、でそこで飼ってるインコが野生化しておびただしい数になったんですよ。でそれが、まあ、夕方ぐらいになるともう世界の終わりを告げるかのような声で、うん、何千羽と集まってくる。うちからその最寄り駅まで10分かかるんですよ、歩いて。その10分の間の
電線という電線にずっとびっしり、これは怖い、びっしり止まってて見つめられてるとか思うと怖いですね、本当糞尿の嵐ですよ。あそうか、うん、それが僕の地元の自慢で、それ自慢になってないですよね、今の最後の最後の舞台は、まあ、ちょっと世紀末感がただ味わえるというか、もうすごいですよ、鳥がおびただしい数の鳥が鳴いた時の、あの終焉感、あの鳥のあの数でこう数の圧すごいよね、うん、たくさん鳥いた時のあのものすごい不安になる感じすごいよ、ね、カラスとかも不安になるんですよね、鳥いっぱいいるとね。そうか、あのリアクションもツイッターからたくさん来てまして、まあ、どういうことっていうリアクションが多い中で、本物のっていう、本物以外何があるんだ本物ですよ、ゆるキャラじゃないかと思ったんですよね多分ね1個作ったからもう1個作ってみようかなそうか、あの地元という観点で斉藤さん田口さんはちょっと近かったりするんですか。高校大学が一緒ですね、そうか、じゃあ同じ景色も、まあ、ティーンエイジャーの頃から見てきたと。僕インコ見てないんですか俺インコごめん見たかった一回うち来たでしょ、行った行った、インコいなかったっけ、インコ行ったか全然覚えてないな、その直後に増えたんじゃないですか、直後に増えた、いやでもその頃にはもういたはずなんで、あそんなに長い時間かなでも本当にあのうちの商店街 そのちょっとした旗みたいなのがあるんですけど、それインコ乗ってますからね。え？あ、そうなの？あ、どういうこと？そのあまりに発生しすぎて、うん、うちの町としてもインコをしていこうということで、旗にインコデザインになった。デザインになってます。乗っかっちゃったってことですか？乗っかってます。すごいですね。毛羽の巧妙ってやつさな。どうだ？うん、どうだ？巧妙でもねえな。なんでもないです。やめましょう。そうか、インコ大量発生。結構自慢なんですよね、これはね。もちろん。目がキラキラしてる。一度来てくれっていうことだね。そうか。さあ、ではもともとユニゾンスクエアガーデンの斉藤さん、田淵さんに迫っていきましょう。ということでまだまだ昨日のゲスト C&K のお二人から質問が来ています。お答えいただきましょう。ここは一言ずつでお願いします。それではまずは第1問。斉藤さん、今のまま過去に戻れるとしたらいつの時代に戻って何をしたいですか。学生時代に戻ってバンドをやり直したいですね。では次の質問。田淵さん、自分が主人公のアニメを作るとしたらどんなストーリーにしますか。なんですって。人と喋ることのできない主人公がのボーイミーツガールもの。では次の質問。寒さも吹っ飛びそうな一曲リクエストお願いします。大黒摩季さんで熱くなる。お送りしているのは寒さも吹っ飛びそうな一曲というテーマでセレクトしてくれました大黒摩季熱くなれ。いいね、このイントロがラジオで聴けるってのはいいですよね。久しぶりに聴きましたね。歌っちゃったよもう今。もう壮大なイントロ。そうですね、なんか確かオリンピックのテーマとかでも使われていたような記憶が。あ、でしたっけ。が熱くなれ、もうタイトル通りですね、命令系ですからねこれそうですよ、熱くなれって命令するのは松岡修造だけじゃないんだっていうのをね若い子たちにも分かってほしいです、ね、そうです、松岡修造の前にいたんですよ、熱くなれって言ってた人がね。いいですね、でも今ほんと汗出てきましたから歌ってたからでしょ。いや歌ってたから、寒さも吹っ飛びそうな一曲大黒摩季熱くなれリクエストいただきましたありがとうございます。さあではどんどんユニゾンスクエアガールのお二人にディグインしていきましょう。斉藤さん、今のまま過去に戻れるとしたらいつの時代に戻って何をしたいですか。はい、学生時代に戻ってバンドやり直したい。ただここでポイントなのは今のままですから、この大人のまま学生時代に戻るだけ。まあ、そうなんですけど、僕ずっと憧れてたのが学校で有名人になりたかったんですね僕の、はい、後輩にあのトリプル A の日高くんって子がいて、はい、あの子学校でモテてたんですよ。学生時代にデビューしてたからめっちゃ人集まってたもんな。すげえモテてたんですよ、悔しくて、うん、悔しかったんだ学生時代であのバンドがデビューしてそういうことを CD ショップとかで CD が並んでたら、う
モテるんじゃないかなと思って。そういうことね、はい、あー CD も出してたんですよ。もう出してた。なるほど。その学生時代戻ってこうバンドマンバンドをスタートさせるっていう意味じゃなくて、もうそこそこデビューしててみたいな。何枚か出しててそういうことです、はい、あそれは人気出るでしょ。10代の暴走って言われるよ。だからね、10代の革命みたいにしてね、紙面で文字が踊って、それは斉藤くん人気出るわね。でしょ。じゃあ学長とかに呼ばれて。学長に呼ばれて表彰とかされてた。奨励で表彰されてないね。確かにね。君はモテる。そんな称号、そんな称号を与える校長いる？割とモチベーションじゃモテたいっていうところだったんですね。そうか。いやでも確かにでもそういう憧れはあったりしますね。そう。はい。そしてまあ変わってこちらも、まあ、一種の憧れなのかもしれませんが、田淵さん、自分が主人公のアニメを作るとしたら、ボーイミーツガール？いや、まあそれよりか、主人公が人と喋れないっていうのはすごく大事なポイントかなと思って。内気であったりとか。そう、内気で、こう、なかなかこう、人が、まあ、とにかく要は嫌いなんでしょうね、多分ね、嫌いで、なかなかこう、慣れ合うのもすごい嫌だみたいな、本当は自分みたいな人間が、なんかこう、まあ、学園設定なのか、なんなのか分かんないですけど、こう、なんですか、ご都合主義展開に行かずに、うん、何か不器用ながらもこう進んでいくね、あのちょっと反現実的なねアニメがあったらいいなと思う。タムさんってロマンチストですよね。どうでしょうかしら。それは人からの評価の方が多分正しいんだと思うんですけど。いやー、その不器用ながらもでもこう唯一理解してくれるというか、唯一こう果敢に飛び込んでくるガールがいてと。まあそうですね、ボーイミーツガールでもいいし、例えばなんか好きなもの見つけるとかでもいいですよ。部活でも音楽でも何でも。きっとその学園にはすごいモテる人気バンドのボーカルとかがいたりするんでしょうね。ああ、そうですね、そのだから真剣ゼミの漫画でいうもともと頭良かったやつがいて、でクソ俺なんか全然冴えないぜみたいな、テストでも0点だぜっていうところで、あの漫画だと真剣ゼミが引っかいて、ぐんぐんとメキメキと頭角を現すじゃないですか。あれみたいな感じね。結構細かく設定してきますね。いやこれちょっといいですね、これ覚えとこうかなと思いました。誰か作ってくれ、これかもみたいな、ね、誰か作ってくれ、ね、いつか作ってほしいね。楽しみですね。さあ妄想も膨らんだところですけれども、この後はですね、2月6日にリリースされるニューアルバムサイダーロードについてたっぷりとお話聞いていきましょうかね、はい、まずは1曲お送りしましょう。曲紹介お願いします。はい、これは本邦初公開でございます。ユニゾンスクエアガーデンで光のどけき春の日に。お送りしているのは初オンエアになりますかね。そうです、ユニゾンスクエアガーデン光のどけき春の日にお届けしています。さあユニゾンスクエアガーデン、来週2月6日にニューアルバムサイダーロードリリースになります。一足先に聞かせていただきましたが、一足先におめでとうございます。あのサイダー、サイダーってなんかポップですね、すごい。タイトルからしても、なるほど、確かに、まずポップだなと思いますが、まずこうアルバム手に取って、いやーかわいいとジャケットですか、一声上げてしまうわけですよ、うん、ハリネズミですかこれ。そうです、かわいい、今見てるんですけど、もうかわいいんだもん。かわいいですね。この、まあ、サイダーロードというタイトルといい、ハリネズミといい、この、まあ、最初のファーストインプレッションってやつじゃないですか、この意図っていうのは何なんですかね。まあ、タイトルは覚えやすいものっていうぐらいなんですけど、うん、まあ、その今ずっとユニゾンスクエアガーデンがやってきて、なんかもう自分はこの歌を歌いたい、こういうことをやりたいっていうのがもうすごくベクトルとしてはっきりしてきて、でそれにやっぱすごい自信があって、自分たちの曲は大好きで、それは仮に評価されないものだったとしても、でもやっぱり俺この音楽好きだから、ちょっといけるとこまで続けてみようかなみたいな気が、何覚悟みたいなのがちょっと決まりまして、うん、まあ、その道を進んでいこうじゃないかみたいな、まあ、リンクのさせ方で、まあ、サイダーロードって、まあ、ロードにつなげたみたいなのがあって、うん、まあ、ハリネズミはなんかその一匹でもこう何こうも針を持って進んでいくみたいな、触ると怪我しちゃうみたいな、その孤高な存在として一匹なんかないですかっていうことでデザイナーさんと相談したら、ハリネズミが上がってきたので、まあ、いいですねって言って、そうはジャケットになりました。確かにこう可愛い顔してますけど、そんな安易に触れるものじゃなかったりしますもんね。そうですね、なんか群れることなく、まあハリネズミのちょっと生態ごめんなさい分かんないですけど、うん、群れることなく一匹でもこうちゃんと力を持って自信を持って進んでいくんだっていうの
なんでユニゾンスクエアガーデンの音楽性と何かリンクするところがあればなと思って、あのフルアルバムとして4枚目、はい、でしょう、アーティストによってもちろん考え方は違うと思いますけども、例えばこう1枚目のアルバムは名刺代わりであるとか、2枚目はこう殻を破るとか、いろいろあると思います。4枚目ってやっぱりこう自分たちの道を見つけて確信に変わっていく、そんな時期だったりするんですかね、ユニゾンにとっては。そうですね、僕の中ではそれは3枚目だったんですね、そのユニゾンスクエアガーデンがやるべき音楽って何だろうっていうのが3枚目ではっきりした気がしてて、でそれを踏まえて4枚目ではサウンドの面で1個完成した気がしてて、あの僕らずっとデビューする前からライブを当たり前のようにやってきて、ライブを中心に活動はしてきてたんですけど、でもやっぱり CD ってなると1枚壁があって相手の顔が見えないとか、そういう壁がある中でどうやったらユニゾンスクエアガーデンの音楽がスッと伝わるだろうっていうのをすごく考えながら今回やりました。そのスッと伝えたいユニゾンスクエアガーデンの音楽っていうのは、言葉にしたらどんなものなんですかね。まあ、やっぱ歌とメロディーがいいぞっていうことぐらいですかね。あの今回のアルバム聴かせていただいた時に、なんだろうな、こうこれまでに比べてなのかはわからないんですけれども、すごくこうお互いのパートが主張しつつせず、なんか全ては曲のために、アレンジを決めていって、出るときは出るけど、でも別にこうなんだな、全てのチョイスがその曲のためにベストなものにしようよっていうような、そんな決意を感じたりしたんですよね。どうでしょう。でもさ、アレンジに関してはやっぱり3人ともすごくプライドが高いというか、なのでやっぱアレンジに関しては好き勝手やりましょうよということで、ベースに関してもドラムに関してもギターに関してもやっぱ好き勝手やって、でもやっぱりそこに歌とメロディーが負けてませんよねっていうことが証明できたら、すごいかっこいいバンドってできるかなと思って、やっぱその歌を立たせなきゃいけないから、そのベースはもうちょっと引っ込みましょうって、そんな程度で負ける歌メロディーだったらやっとらんわみたいなのがやっぱあって、やっぱちゃんと歌とメロディーがしっかりしてれば好き放題アレンジして、まあもちろんその歌のことを考えながらも、ちゃんとその自分のやりたいことをやらないと自分の音楽じゃないって思ってるメンバーたちばっかりなので、それがちゃんとそのいいメロディーと同居できる形として、そのユニゾンスクエアガーデンの音楽を発信していければいいなっていう思いは最近よくありますけどね。あのなんだろう、こうロックがどうだポップがどうだっていう話以前に、なんかユニゾンスクエアガーデンとしての統一感っていうのは本当はっきりしてるな、このアルバムはなんて聞きながら思ってましたし、自然とこう歌詞に耳を傾けて、なんなら一緒に口ずさみたくなるような、そんな曲が溢れてるななんて思いました。ニューアルバムサイダーロード、2月6日リリースになります。さあ今日のゲストはユニゾンスクエアガーデンの斉藤さん、田淵さんです。お知らせ挟んで、まだまだお話をお伺いしていきたいと思います。 Stay tuned。 クラシックセンチュリーセッション、引き続きユニゾンスクエアガーデンの斉藤光介さん、田淵智也さんをお迎えしています。引き続きお願いします。お願いします。ニューアルバムサイダーロード、来週リリースになりますが、あのさっきこう自然と歌詞耳を傾けて口ずさみたくなっちゃうなっていう印象がすごくあったんですが、これリスナーとのなんかいい距離感がありませんか、このアルバム。そうですね、ライブでやってることだったり、自分がその歌詞というメッセージで言ってることに関して その距離感っていうのは確かにまあ大事にしてる部分があって、やっぱりそのああしろこうしろってね、その命令をしたりその強制したりしても、その人ってその人なりの人生を生きてきたわけで、そういう聞き方をしなきゃいけないっていう理由なんてやっぱないわけじゃないですか、だからやっぱりそれ以上に、じゃあ君どうすんのって問いかけた時に、自分が自分で考えた音楽の聴き方、楽しみ方、これはだからライブでの楽しみ方もそうなんですけど、自分で見つけて、あこれで楽しめたら俺一番楽しいやって思えるやり方で音楽とも付き合っていってほしいし、そういう方がその人の人生のためにやっぱすごくなると思ってて、やっぱ音楽ってそんなにこう厚かましくこうね偉そうに言うほどのもんじゃやっぱないと思うんですよね。学校の教科書とか
その先生とか親が言うようなそんなにこうね高圧的なものじゃなくて、本当に手軽に手に取れて手軽に楽しめてっていうものだからこそ、やっぱ自分が自分なりの楽しむ方を見つけて欲しいなっていうので、やっぱその距離感っていうのはあんまりやっぱ近寄りすぎちゃったらやっぱね厚かましく聞こえちゃうし、そういう風にねあれやれこれやれって言われて嫌なリスナーの人もやっぱいるじゃないですか。だからそこのことをやっぱ考えたりすると、これぐらいの距離感でその楽しい音楽ってどうですかぐらいな感じで見せているやり方の方が僕は好きだし、そういうバンドが見たいなと思ってるので、自分でやるときはそういう風にしてます、うん、アルバム通して聴いていて、その曲ごとに手を差し伸べるような相手がいろんな人たちがいるよなっていうのもありますね。例えばあのリニアブルーを聴きながら、あの映画ね劇場版タイガーバニーで聴いて、いやあこういうユニゾンスクエアガーデンこんなバンドなんだと思った人が、さっきお送りした光の時計春の日に聴いたら、あもしかしてあこういう感想あったんだ、ちょっとあの思ってたのとまた違ったっていう感想を持つかもしれないななんて思って、もういろんな表情を楽しみますね。そうですね、本当に何だろう、いい歌メロディーが本当に飽きさせない形で13曲詰まったアルバムになっていると思うので、うん、本当に最初から最後まで聴いててすごい密度濃いんですよ。長いなって思うかもしれないですけど、やっぱりでも飽きないという作品になってる自信があるので、うん、顔がきっと出てくるんでしょう。ユニゾンこんなこともやるのあんなこともやるの、僕らってあんまそんなつもりでやってるわけではないんですけど、うん、でもなんかその飽きないようなその作りにはなってると思うので、うん、すごく一曲一曲に重みのあるアルバムができました。そんなアルバムですよね、やってほしい。さあそしてそのアルバムと同時ですね、サイダーロードのリリース日の2月6日ユニゾンスクエアガーデンワンマンツアー2012スペシャルスプリングスプリングスプリングアットゼップ東京2012-0421、こちらもリリースになると DVD 出てますね。これあの両方チェックして次のツアーに備えろということでしょうか。そんな厚かましいことは言わないですよそんなおこがましい音楽は世界だって上限があるでしょう。お財布はね大事にしてください。いやこれこれでも私もっと優秀したいななんて思いますが、ツアー決定しますね、うん、はい、ミドスクエガーデンサイダーロードツアー2013、このエリアは2月26日火曜日が三重県の松坂マクサソールドアウト、ありがとうございます。そして名古屋がこれですね、ミファイナルの公演なんですね、うん、4月7日日曜日愛知県名古屋市公会堂となっています。チケットの一般発売は2月23日となっています。ぜひチェックしてください。このライブでまたそのライブに足を運ぶ人との距離感っていうのもまた、どん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 新しいものが生まれていくんでしょうね、まあ、ライブでやってることは その、ね、うん、それこそ結成した時から何も変わってなくて、うん、ステージの上で自分たちが好きな音楽を好きなようにやってるだけなんですよね。でそれをお客さんが見た時に あんなに楽しそうにやってんだったら私もこんぐらいやっちゃってもいいかなみたい な、うん、なんかそういう場であってほしいなと思ってて、なんかそういうなんかしっかりステージの上からいい音楽を投げる、ただそれだけっていう場であってほしいなって思ってるので、すごく気楽に遊びに来てもらえれば楽しい音楽が、やってるのでぜひ見てほしいですね、うん、楽しみにしていたいと思います。さあラシックセンチュリーセッション、今日はユニゾンスクエアガーデンのボーカルギター斉藤浩介さん、そしてベースの田淵智也さんをお迎えしました。また来てくださいよ。ぜひよろしくお願いします。毎回もうすっごい濃い話聞かせてくれるので、うん、楽しみにしてます。また次回来てくれるの待ってますね。ぜひ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。寒い中ありがとうございました。スタジオの前の皆さんもありがとうね。最後にこの曲聴きながらお別れです。ご紹介いただけますか。はい、こちらも初公開です。ユニゾンスクエアガーデンでシャンデリアワルツ。ラッシュセンチュリーセッション、今日はユニゾンスクエアガーデンの斉藤浩介さん、田淵智也さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。